周防の大名大内義隆にはキリスト教の宣教師ザビエルと対談した際に、断食をする者は下劣であると非難されて激高したという逸話があります。ザビエルが義隆の膝元である山口の町で辻説法をした時の記録があります。すべての物騒には破壊の相手となる少年がいて、そのことを認めた上にそれは罪ではないと言い張るのです。世俗の人たちは僧侶の礼に倣って、坊主がそうするのだから我々もまたそうするのだと言っています。当時の日本人にはおせっかいな話だったらしく、ザビエルをこの人たちは断食の罪を禁じているよと嘲笑いしたそうです。だがその努力は報われたらしく、投稿していたバヤリーノは日本に聖職者の光が輝き始めてからは多くの人々は断食がいかに暗いものであるか理解し始めたと述べています。天文19年元冬、宣教師として来日したザビエル一行は周防の山口という不気な町にたどり着きました。そこは大内義隆の領地。山口の地震や御殿の豪華さは群を抜いていましたが、国主の大内義隆は奉仕な振る舞いと奔放なジャヤプトに受けている上に、彼は自然に反するかの発べき罪にも身をやつしていたと言います。発べき罪とは断食のことです。やがてザビエル一行は大内家臣の目にとどまり、義隆の元へと招かれます。義隆は対談に応じたザビエルに遠慮なく質問を投げかけ、ザビエルはそれぞれ丁寧に対応しました。はじめのうちは穏やかな対談でしたが、やがてザビエルが断食について語り出し、雲行きが怪しくなります。このようにいやらしいことを行う人間は豚より汚らわしく、犬やその他の道理をわきまえない近所よりも下劣であります。義隆の顔色は瞬時に変わり、この場を立ち去るようザビエルに命じました。義隆は重臣末春方と男色の関係にありました。フロイスの記述によれば、ザビエル一行は義隆に一言も返事しなかったと言います。一行は殺されるかもしれないと危うく感じながらも、翌日には誰の許可も得ないまま山口で布教活動を続けます。この話は今も信じられていますが、実はこの実話がとても怪しいのです。ザビエルとフロイスの話が違う。ザビエルは義隆の死去の翌年に病死しており、フロイスはその数年後に初めて来日します。フロイスが日本史を書き上げたのはザビエルの死後40年後のことです。実際の出来事からかなり年月が経てから書かれた二次資料なので、内容の正確性を疑問する必要があります。一次資料としてザビエル本人が義隆との対談模様を知人に書き送ったものが残っています。こちらにはザビエルが義隆に断食を非難して激怒させる下りがありません。書簡のあらましを見てみます。一行が山口にたどり着くところまでは同じです。町で辻説法を行ったザビエル一行は人々からあざけりを受けます。異教徒が振りかざす正義に原住民が反発したのです。特に一神教や一夫一妻制の教えと
男色を罪悪とする教義には不満が強かったのです。唾を吐かれ石を投げられることもあったといいます。それでもザビエルは布教を続け、たくさんの信者を獲得しました。同調する日本人もいたのです。偉人たちの熱心な活動は大内義隆の知るところになりました。興味を持った義隆は対談を望み、一行を御前に招きます。ザビエル本人の証言を見てみます。どのようなわけで日本に来たのかなど尋ねられました。私たちは神の教えを説くために日本へ派遣されたもので、神を崇拝し全人類の救い主なるイエス・キリストを信じれば誰も救われない術はないと答えました。領主は神の教えを説明するように命じられましたので、私たちは信仰箇条の説明の大部分を読みました。読んで1時間以上及びましたが、領主は極めて注意深く聞いておられました。その後私たちは御前を退出し、領主は私たちを見送ってくださいました。ここでザビエルは義隆に断食非難を行っていません。それどころかザビエルの退出を領主自ら見送りしていて、義隆の態度は極めて友好的でした。その後ザビエルは日本の元首である天皇への謁見を望み、京都に向かいましたが、天皇にも将軍にも会うことは叶いませんでした。京都は戦乱に荒れていて治安も悪く、長期滞在には向いていませんでした。やがて一行は義隆のお膝元である山口へと戻ることにしました。おかしいことです。ザビエルとフロイスの話では全く違っています。もしフロイスの言うようにザビエルが義隆を怒らせていたら、京都を離れた後に山口に戻ったりせず他の町へと出かけていたと考えられます。でもザビエルは義隆に再び面会を申し出て布教の許可を下されたと言います。ザビエル書簡続き、義隆は愛情を持って私たちにこの許可を与えてくださり、領内で神の教えを説くことは領主の喜びとするところであり、信者になりたい者には信者になる許可を与えると書き、領主の名を記して譜令を出すことを命じられました。義隆はお触れ書きまで出して積極的にザビエルを支援しました。しかも彼らの宿を心配する義隆は一軒の寺院まで与えました。宣教師を支援した人物といえば織田信長や大友宗麟が有名ですが、大内義隆は誰よりも先駆けて彼らの後ろ盾になりました。なぜ一次資料ザビエル証言と二次資料フロイスの記録に大きな違いがあるのでしょうか。ザビエルの死から6年後の西暦1558年、インドのベルショール・ヌネスがポルトガルの友人へ送った書状に、ジョアン・フェルナンデスのことによればパテレンは山口の王に対してはその罪を責むること激しく、生命の危機ありきと書かれていて、すでにザビエルの証言からかけ離れた
記述となっています。フェルナンデスはザビエルに同行する宣教師であったはずなのに、どうしてそうなったのでしょうか。少し整理していきます。ザビエルが山口で布教許可を得てからわずか2ヶ月後、大内家重臣の末春方が山口を襲撃し、義高は自害させられました。第二次の変です。春方に制圧された山口は戦火に見舞われ、宣教師たちはまさに生命の危機ありきの状態に陥りました。そのため別地方まで避難せざるを得ませんでした。ヌネスが書いた生命の危機とは、義高ではなく春方による恐怖の記憶が混同されたものと考えられます。この時すでに日本国内では朝倉漱石や山本勘助らの記録に見れるように、大内義高批判が横行していました。死後急速に悪化した義高へのイメージがフェルナンデスの記憶が曇る原因になったのかもしれません。その後フェルナンデスは来日したばかりのフロイスに便宜を図り、通訳を務めています。フロイスの日本史はフェルナンデスに聞いたものだと考えられます。フロイス上役のバリニアノはフロイスには誇張癖があると指摘しています。その内容は断片的に現在の情報ツールにおいて大きな影響を得てしまっています。こうして大内義高は男色にふけっているのを外国人に咎められた恥ずかしい大名として滑稽に描かれてしまったのです。では最後にまとめてみます。大内義高に男色経験があるのは大内義高記を見る限り事実です。それによると義高は春方を愛しました。しかしそれは春方一人にとどまり、一過性の関係に終わってしまったようです。義高の男色はすでに終わっていて、城下町で男色避難を行っているザビエルを招き入れることに抵抗はなかったと思われます。したがってザビエルが御前対談で男色避難を展開する必要はありませんでした。当時の義高に男色趣味があったというのはフェルナンデスの記憶違いとフロイスの記述で広まった誤伝で、その事実がないためザビエルがそのようなことをする発想が生まれません。そして義高もザビエルに不信がないことを認め、退出時わざわざ外まで見送ったのです。その後ザビエルが改めて布教許可を求めてきたので義高はこれを快諾しました。ところが末春方が謀反を起こして義高を殺害、宣教師たちは命からがら難を逃れました。実際の義高は色欲に乱れておらず、過去の男色も純粋な恋愛でした。また南蛮人との貿易を視野に入れて宣教師の布教を支援する寛容さがありました。最後は
大寧寺の変という謀反で亡くなりましたが、その威勢を日本無双の大名と評され、謀反された以外に大きな過失のない大内義隆、もう少し評価されてもいいのかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。伊藤フロイスでした。ありがとうございました。